それでは倉本選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問というか、ちょっとおひげの色がブラウンでかっこいいってちょっと気になっちゃったんですが、はい、ちょっと調子乗りました、はい、すごいおしゃれな感じですね何かこう気分だったりあったんですか。いや、なんか適当にちょっとやってみようかな、はい、似合ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは、大会まであと2日となったんですけれども、現在の心境を教えていただけますか。まあもうやることやっていたんで、あとは明日計量やって、で試合で暴れるだけですね。ありがとうございます。前回ライジンに参戦した際、5月のライジンランドマークでは直前にちょっと怪我をされていたっていうこともあったと思うんですが、そのあたりは現在コンディション的にはいかがですか。それは前回の試合終わってすぐ手術して、でもう今はそれはもう完治したんで、うん、大丈夫です、絶好調です。問題ないか、はい、ということですね。ありがとうございます。それでは今回の試合に向けて強化した部分だったり、新たに取り組んだことなどあったら教えていただけますか。いやもう特に何をやったっていうわけでもないんで普段通りやることやって、そうですね、いつも通りいい感じで仕上げてきた感じですね。ありがとうございます。またそれでは改めてになると思うんですが、対戦相手の印象を教えていただけますか。もう本谷選手はもう、オールラウンダーで全てが高いレベルの選手なんでっていう、まあ、印象ですね。そういったこうトータルファイターに対してのこう戦う対策っていうのは、うん、もうガチチームで考えてきたというところでしょうか。そうですね、まあ対策もちろんですけど、まあ、一番は自分の戦いすることだと思うんで、もうちゃんと対策含め仕上げてきました。ありがとうございます。それでは今回の試合のテーマなどあったら教えていただきたいんですけど、ありますか。テーマ、まあ、もう勝つこと絶対なんで、それが1ラウンドなのか、2ラウンド、3ラウンド、判定なのか、やってみないと分かんないですけど、まあ、ちゃんと KO し勝つつもりでやります。それはご自身の得意な打撃、パンチで KO というところですか。もありますし、うん、まあ、投げで KO もありますし、ちゃんと寝技っていうのも練習してますし、その時その時で。ちゃんとフィニッシュしたいと思います。分かりました。ちなみに今回名古屋での大会ということなんですが、ご家族の方は応援にはいらっしゃるんですか。いや来ないですね。ああ、はい、そうなんですか、はい、じゃあしっかり勝って、はい、東京帰って、はい、ご家族にやると。分かりました、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは今回実況担当される高橋アナ、はい、今ズームでつながっておりますので、ご質問お願いできますでしょうか。はい、実況を担当いたします高橋と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。ここまでですね、本谷選手みたいにこうキャリアがあって本当にこうトータルバランス全てが優れているっていうファイター、これまでなかなか対戦相手でいなかったと思うんですが、それでも特にこう構えることなくやはりご自身の戦いを貫いていくという感じでしょうか。うん、そうですね、相手が強いからって自分の戦い方変えたらそれが一番良くないんで、はい、勝つことが絶対とおっしゃっていて、うん、まあ、その後この KO パターンみたいなお話も今いただいたんですが、 KO にはということはそこまではこだわらないですか。いや、こだわってます勝つ、KO して勝つっていうのが一番、はい、で勝つことが絶対っていうのは基本的にかっこ KO して勝つことが絶対っていうイメージでいいですかね。まあもちろんそうですね、うん、はい、分かりました、ありがとうございます。元谷戦の先にフロンス選手が何かこう描いている青写真みたいのがあれば伺いたいんですが、いかがでしょうか。そうだね、なんですか、もう一回。この試合の先に何かこう見据えている相手だったり、はい、イメージだったり、こういう選手と試合したい、はい、こういう戦いをしたいみたいなのがあれば。まあ、もう元谷選手やっぱり
ライジンでは成績残して上の選手なんで、まあもちろんその元谷選手に勝ったらまた成績残してる上の選手もいるんで、そういう選手やりたいですね。具体的にこの選手とやりたいとかありますか、現時点で。いや、まあ堀内選手がフライ、及久保選手がフライなんで、まあ、バンタム登ってる選手限られてるんで、そこら辺ちゃんとやりたいですね。そのためにまず今回ちゃんと勝たないとダメなんで、まあ、先のことばっか考えてたら仕方ないんで、今回ちゃんと松田選手しっかり倒して、まあその後ですね。わかりました、ありがとうございます。私からは以上です、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、あ、では順番にお願いします。はい、本格的に松山です、お願いします。お願いします。あの半年前の手術は右膝の破裂板だったと思うんですけど、はい、あれはその古傷もあったという感じですか。いや、古傷ではなかったんですけど、多分まあ MMA やりだしてからだんだん傷んできてたと思うんですよね。多分レスリングじゃないと思うんで、それがちょうどその金太郎戦が流れた直後の練習で出てきて、曲げれなくなって、で、そうっすね、もう試合終わってすぐに手術した感じです。で、その手術をしてリハビリを終えたことで前よりずっと膝の状態が良くなった。そうですね、その、まあ、怪我する前に戻った感じですね、うん、はい。本田選手、前回はその太田選手と戦ってあまり投げられることなく完封したと思います。あまり深くさせてこないこう組でも受け合ったと思いますけど、その元谷選手を相手に倉本選手としては今回ケージの中で自分の持ち味を出せるというような、うん、練習をしてきたという感じでしょうか。そうですね、うん、まあそのめっちゃ頑張って投げられないような人、投げられなくしてる人を投げるのも別に頑張ればできるんでしょうけど、はい、別にそこまで頑張ってそういう投げ目だってこっちも疲れんのも嫌なんで、別にそれ以外の MMA なんで、それ以外のテーマいくらでも僕もあるように練習してるんで、まあタイミングがあれば投げるし、なければ別にっていう感じですね。その意味では今回の試合がケージになったことで、うん、その際でのその倉本選手の動きがより活かせるというのもあります。そうですね、ロープみたいに外に出たりしないんで、はい、ちゃんと壁として使えるんでケージ、それは自分は好きですね。相手が寝技を説明、最近はよく立ってきますけど、立ってきてくれれば逆に投げない。うん、そうですね、どっちでも何とでもあるんで。寝たら削ると。はい、相手が寝たら削るし。そうですね、寝たら投げれるし、立ってきたら投げれるし、離れたら技撃もちろんあるし、ひっついたら寝技もあるし、うん、何でもできるようにやってます。倉本選手の MMA の今のこう現在地が測れるような試合になりますか。そうですね、そんだけいい選手なんで見てもらえたら、はい、楽しみです。自分自身楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ロケットライブの森先生、よろしくお願いします。お願いします。以前ちょっと欠場する前におっしゃってたケージのベルトを作ってほしいっていうのは、うん、一応その考えとか希望は未だに思ってます。なんかまあちゃんと僕が勝ち続ければ欲しいですよね。じゃあ来年にはなんとかっていう感じですかね。そうですね、
まあそのためにちゃんと今回勝たないと、そら勝てなければいらないです別に。まあじゃあ今日あの明後日の試合からまた再スタートということですかね、そのベルトに。そうですね、勝って作ってもらいます、はい、ありがとうございます。